福岡の戦国武将立花宗茂とその妻銀蝶を全国に PR するため、この二人が抜擢された。私は受け入れられたのか、それとも気に入らぬ婿であったのか。立花宗茂役真人。やっぱり分からん、納得いかんのじゃ。銀蝶を演じるのは前田由香。この日は大河ドラマ招致を目指す同窓会の講演会出演のためリハーサルを行った。リハーサルの動画でございます。すごい。ちょっと俺見たらダメだよ。本番ちょっと失禁する可能性あるから。すごいっすね、マジで。改めまして、こんばんは。今日はそういうところ、お疲れ様でした。杉浦です。お仲良くお知らせしてもらっております。よろしくお願いします。見て久しぶり。はい、久しぶりです。ね、はい、宗茂です。初めて宗茂を始めてます。名前が真人と言います。真人です。と。名字も真人。あ、いや、全てトータルで真人で。はい、芸名でございます。真人。前笠と真人さん。はい、よろしくお願いよろしくお願いします。よろしくお願いします。トータルで何て言ってるかな。トータルでまこひと。トータルまこひと。銀千代にござりまする。こんぐらいの広さは初めてですか。はい。今までこれぐらいの広さでも多分一番広いかな。客席が客数が多いと思います。どうですか、それは気持ち的に。楽しみです。緊張してますか。全然緊張なんかしてないですよ。めっちゃ来る時まで緊張してたんですけど、この大ホールを見たら興奮がもう先に来ちゃって。早くやりたいですね。最高様より西国無双と呼ばれし我の名は橘左近の将軍源の宗虎である。幼き頃より橘山城主となり厳しい戦国の世を生きてまいった。修羅の場にありしも山の闇の中にありしも橘の義をこの胸にただ一筋の道を行くのみ。どっちかわからんかった。最初ギリだったさ。せっかく入れ替えてると思うでしょ。それから。やだ。やばい、めっちゃ噛んだ。バリ噛んでますけど。やばいっすね。カムカムエブリバリ。カムカムエブリバリ。お黙りください。またあのゆかちゃんの肩のやつさ、こうやってさ、ゆかちゃん来てさ、ゆかちゃんこっちに顔やってたよね。どれが自然？俺さっきさ、なんかゆかちゃんこっち来て、俺もなんかこうやって、俺キスしまいだもん。やだやだ。ちょっと。どさくさに紛れて。いや、今日あの音声さんにファーンって流してもらうことにはしてるんでしょ。違う回になっちゃうから。だからこうでしょ。こう来てでこうなりまする。で分かっておりまする。でこっちの方が自然なのかな、自然な。そうね。オッケー。わかった。まだ絶対こっち来ないでくださいね。はい、ちょっとさっき入っちゃったんですよ。こっちの部屋に。はい、なるほど。ってなったんで。私が掘ったものじゃ。お見事でございます。いつか私の妻となるものが決まったら贈ろうと思い一心に掘ったもの。今何と仰せでございますか。いつか私の妻となるものが決まったら贈ろう。いりませぬ。誰のためかも分からず掘った仏像など無用でございます。わらわのために掘ったものでなければ欲しくありません。やれやれ、厄介な女子じゃな。なかなかいいですよ。でもいいですか、やるときに。あ、そうだった。なん
かかっこいい 音量とか大丈夫ですよ僕声、うん、大丈夫結構気にせず出しちゃってるけどなんかやっぱマイクつけると安心感があるね、はい、ちょっと変な話だけどさすがプロでございますねはいはいはい拙者髪なんだっけ髪型をすいませんあの宗重公は拙者ではなく我と言います、ね忘れとったそんなことは分かっておる1番と3番小袖なんですだからあの立つときにあの足が広がないことだけはそうそう甲冑な、はい、なので必ずあの要するにあのまあ、 あの、はい、こう揃えてきちんと揃えるっていうこと要するにここが必ず揃ってるっていう感じですね、はい、あの両方がそうですねがあの内股、うん、こういう感じですね、はい、内股だったら若干感広がっててもいいです、うんうんはい、大丈夫ですだからそこがちょっと今までと違うっていうところで甲冑の時もこれでいいんですけど、はい、そこですね甲冑着てますから甲冑で少し大股であのこういう感じでこう組むと、はい、草摺りとかがカサカサいう音があるんですけど、うん、それがすごいいいんですよ、はい、あそれ音を出されるように、はいはい、あの結局雰囲気としては戦で本当にすごくこう復興を上げてっていうかもうなんかすごくこう血が滝切ってるとアドレナリンが全開ぐらいの状態でズンズンとやってきて喜びにしようみたいな感じなのであの少しそういう勢いがあったかなはい、はい、ありました裾をここどうなりますはいまあといったってそうですね義経様のご覚悟見せていただきとうございますありはからんや私にはその覚悟が見て取れると思いますかやればやるほどなんか良くなったりアラが出たりめっちゃしますわどこに着地するか全然わからんすいや多分質も上がってるからいろんな課題が出てくるんじゃないそうですねまだ覚えてないです、正直僕は期間曲との合わせるタイミングをちょっと見合わせて、はい、最初にあの曲のどのタイミングをっていうのを言わせるリハーサルは約4時間22時まで続いた本番当日同説会第5回文化講演会がスタート真人は立花宗茂としての初ステージ果たしてうまくいくのだろうかメイクを行う前田由香この凛々しいお顔がどん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 美しくなっていくファンデーションを塗りリップを塗ってこの日は前田由香ではなく銀蝶としてそして真人彼の芸能界の座右の銘は真人はみんなの太陽ですが今日は太陽のようではなくまるで月のようなかっこよさウィッグをつけ髪の毛を整わせ皆様の前にいざ出陣二人の父から受け継ぎし立花の儀を行う奇跡の復活を遂げた誉れ高き弟子をベキドーセスの娘にして同じ場所を起こして奇跡の復活を遂げたありがとうございますこの出演を地に見てる人たちどういうことを伝えていきたいですか。やっぱり、そうですね。柳川少年で藩主、立花宗茂、大河ドラマになってその妻、銀千代、出会いから別れまでの壮絶な人生というか、それが僕もこの役をやらせていただくまで、それに知らなかったみたいな。めちゃくちゃ本当に感動的というかその中にしっかり各々の芯の強さもあってなんか自分らがぬるいなって感じさせてその二人が歩んできたんだよっていうのをまずはみんなに知っていただけたらと思いますどちどち大河ドラマにお召し上がれば最高です香りをこの出演で、まあ、いっぱい出演されてますけどどういったことを伝えていきたいですかやっぱりあの福岡の柳川の
橘家の歴史をもっとまずは福岡の人にたくさん知ってもらえるようになりたいです。頑張ってください。頑張ります。分かりました。2分の8分の3分、お客さんも、うん、すごい受け、あの記念してるよし、いや、まあね、この日のために舞様参りまするぞ、出陣だ。大河ドラマ招致を目指し、真子人と前田由香は立花宗茂と銀千代と共に生きていく。